どうも、サスさんでございます。今回はですね、以前から予約してたこちら。これ、スティールシリーズのゲーミングキーボードで、Apex Pro TKL っていうね、テンキーレスのゲーミングキーボードなんですけど、まあ、やっとね、届いたということで、レビューしていきたいと思います。ちなみにね、これ値段から最初に言っちゃうと結構高いです。今 Amazon で見ると、なんかね、Amazon 販売のやつは、まあ、2万6000円なんですけど、通常1週間から3週間以内に配送って書いてますね。で、在庫あるとこから買うと2万8600円とかするんで、まあ、時間かかってもいい方だったら Amazon 販売のやつ買うのが、一番いいかなと思います。ちなみに10月にこのテンキーがついてる Apex Pro っていうやつも発売されてて、そっちはですね、今 Amazon で 28,758 円で販売されてるんで、まあテンキーが欲しい方はそっちでもね、全然ありかなと思います。はい、というわけで早速こちら開封していきたいと思います。はい、じゃあ行きます。オープン。来ました、こちら Apex Pro でございます。ケーブル太っ。はい、袋から出しました。こんな感じでございます。ちなみにこれ日本語配列を買ったんですけど、なんかね、これ半角全角とかっていう表記じゃないみたいですね。あと各キーに金も振ってないんで、まあ結構ね、見た目はこうスタイリッシュでかっこいい感じじゃないですかね。で、この左上のとこに USB のパススルーポートがあります。で、これね、右上の方ですね、ここにディスプレイがついてるんですよ。これ結構珍しいと思うんですけど、で、ここで例えばね、なんかボリュームの調整とかかな、メディアコントロールみたいなやつができるっていうのと、あとね、ここになんか GIF 画像を表示する機能があるらしいんですよね。これちょっと後で試してみたいと思います。ただこのディスプレイがあるデメリットっていうのもあって、普通のテンキーレスキーボードだとここにプリントスクリーン、スクロールロック、あとポーズブレイクってやつかな、この3つがね、配置されてるはずなんですけど、ディスプレイの代わりにね、それがなくなってます。まあ、なので別にね、そのプリントスクリーンとか使わない方だったらいいんですけど、俺ね、結構使うんだよね、プリントスクリーン。じゃあどうすればいいのかというと、専用ソフトでなんかね、他のキーとなんか交換してやればいいらしいです。例えばなんですけど、まあ、ここにね、デリートとか、インサートとか、ホームとかいろいろあるんですけど、このページアップダウンとか俺ね、全然使わないんですよ。なので、どこにしようかな。このページアップにしようかな、一番端っこ。ここをプリントスクリーンにして、俺は今のとこ使いたいなと思っております。で、これ本体の素材がアルミ製らしいんだけど、うん、ひんやりしてますね。なんか裏はね、これプラスチックかな、裏。裏ひんやりしてないぞ。なんか見た目はさ、ほぼ、表と一緒なんですけど、多分裏はプラスチックだと思います。で、あとね、これ結構考えられてるなと思った点がですね、今はこの USB ケーブルが左の奥から出てるんですけど、裏からこうなんか入れ直してやることによって、ケーブルを真ん中から出したり、右端から出したりとか、そういうこともできるみたいです。で、あとスタンドは一応ついてるけど、これは、1段ですね。この前レビューしたハイパー X のやつとかはこれ2段で調整できるやつだったんですけど、この Apex Pro TKL は、まあ、1段で立てるか、寝かせるかみたいな選択肢しかないみたいですね。それとこのキーボード最大の特徴が何かというとですね、キースイッチ、これがスティールシリーズオリジナルのオムニポイントアジャスタブルアクチュエーションスイッチズっていうやつを採用しているらしくて、普通のメカニカルスイッチっていうのはこのキーを上から下まで押し込む深さ、これをストロークって言って、下まで行かなくても反応するポイントのことをアクチュエーションポイントって言うんですよね。で、例えばね、俺がこの前レビューしたハイパー X のアロイオリジンズコアなんですけど、これは下までのストロークが 3.8 ミリで、反応するアクチュエーションポイントが 1.8 ミリなんですよね。で、その他に例えば有名なチェリー MX の、赤軸、茶軸、青軸とかだと、ストローク4ミリのアクチュエーションポイント2ミリっていう風になってるんですよね。まあ、スピード軸は別なんですけど。ただこいつはね、これがすごい特殊で、アクチュエーションポイントをこれ専用ソフトで変更できるんですよ。さっき公式サイト見たらこの奥までのストロークっていうのは書いてなかったんですけど、アクチュエーションポイントは専用ソフトで 0.4 ミリから 3.6 ミリまでの間で、自由に調整できるみたいです。なので例えばね、こうゲームとかで反応速度っていうのをすごい重視する方はアクチュエーションポイントをすごい浅めに設定するということもできるし、文字入力をね、結構多く使うっていう方はアクチュエーションポイントが浅いと、まあ、タイプミスの原因になったりするので、深めにね、設定してやるとか、まあ、そういう風にするのがいいと思います。で、後でね、ちょっと試すんですけど、こうゲームする時だけ勝手にこう浅く切り替わって、その他の時はね、まあ、普通の深さぐらいで使えるのかとか、まあ、そういうのもね、ちょっと試したいと思います。
じゃあちょっとね付属品も見ちゃいたいと思います。まずこちらがですね、これクイックガイドだと思うんですけど、あ、一応ねこれ日本語対応してますね。であとこちらですね、ファームレストついてるんですよ。これがね非常にありがたいですね。はい、出てきました。これね表面は、なんかゴム製っていうかシリコン製っていうか、結構ねソフトな柔らかい感じの素材ですね。まあこう指で押してもねなんか引っ込むとかそういうのはないんですけど、こうプラスチックのなんか硬い表面っていう感じじゃないです。あ、すげえ、これマグネットじゃん。着脱超楽ちん。これこうやって当てるだけだからね。はい、じゃあこのキーボードいよいよパソコンにつないでみてどんな感じで光るかっていうのを見ていきたいと思います。いきます。お、来ました。あ、なんかめっちゃ光ってるっていう感じでもないな、明るさは。でこの右奥のとこに保護シールあるんでこれ取りますね。で今スティールシリーズって、表示されてる感じですね。あ、多分ねこれ F11 と F12 でこれ明るさ調整できますね。FN キーを押しながらだと思うんですけど、これなんか FN キーにスティールシリーズのマーク入ってます。11押していきます。あ、暗くなるね。あ、やっぱりこれ明るささっきのでマックスなのかな。なんかねそんなに明るいっていう感じじゃないかな。それとこの右上のダイヤルなんですけど、これがねボリューム調整ダイヤルになってて、でその下のボタン、これがメディアコントロールボタンになってます。例えばね1回押すと再生、もう1回押すと停止、2回押しで曲送り、3回押しで曲戻しとか、そういう感じになってます。はい、続いてなんですけども、スティールシリーズエンジン3っていうこれ専用ソフトをインストールしてみました。ただねこれ繋いだらファームウェアアップデートをしてくださいっていう風に出たんで、まあそれだけはね済ませてる状態です。でこれね設定開いてみましょうか。はい、こんな感じで設定画面が出ましたね。今コンフィング12345っていううちの1になってるんですけども、まずキーバインドっていうのがこれキーの再割り当てみたいなやつなんで、まずね俺はここをプリントスクリーンにしたいわけですよ。ちょっとやりますね。あれ、これでいいのかな。 PMTSCM でいいの、これなんかスペルおかしい気がするんだけど、ちょっとこれでいきますか。あ、この保存しないとダメなんかな、これ。保存したら、プリントスクリーン使えるようになりました。で、とりあえず、キーの割り当ては、今んとここれで OK ということで、で、続いて、アクチュエーションポイントですね。これ、今が、10段階の5みたいな感じになってるんだけど。え？これ、10段階の5っていうか、何ミリとかわかんないのって感じなんだけどね。この A のキーを10にすると、めっちゃ深くまで押し込まないとダメってことだと思うんですけど、押し込んで反応するかやってみます。あ、すげえ、これ一番下まで押さないと反応してないですね。これ反応するとこうビーってライト光るんですけど、じゃあ例えばその隣の S を押すと、あ、これはやっぱデフォルトの半分ぐらいで反応してて、じゃあ次なんですけど、この A を例えばさ1にします。これでめっちゃアクチュエーションポイント浅くなったんですけど、これで、あ、すげえ、めっちゃ浅い、すぐ反応しますね。やっぱこのデフォルトの S に比べるとかなり今浅い状態になってます。ちなみにね、俺文字入力の時はこれね別にデフォルトでいいんだよね。ゲームの時だけ変えたいんだけど、そういう設定があるのかな、どうなんだろう。今設定画面からちょっと一回抜けたんですけど、多分このライブラリってとこでゲームをスキャンっていう風にやってみると、こういうのが出てくると。でゲーム確認、あ、でこれで多分ね設定すればいいんだと思います。例えば CG の時にコンフィング5ってなってますね。これ CG 起動するとコンフィング5になるのかな。例えばさ、これで APEX PRO もう一回設定開いて、あ、なんかこのアイコン出ましたね。で例えばさ、CG の時のイルミネーションをこう何しろいろいろあると思うんだけど、これがゴーストチェイスってやつ、あとエレクトレッドオレンジ、これが霞あとプリズム、まあいろいろあるんですけども、例えば俺は単色のこの紫にしてみましょうか。これを CG の色としておきます。で CG の時のアクチュエーションポイント、これをですね、まあ浅めに設定すると、マックスまで浅くするともうかなり浅くなっちゃうんで3ぐらいにしておきましょうか。これで保存。ちなみにねこれ個別に調整することもできるんで、例えばスペースだけ、深めに押さないとダメにするとか、まあ他のキーもそうなんですけど、そういう感じにもできます。あと例えばなんですけど、こう CG 起動した時にこのキーバインドの Windows を、まあ、無効化するとか、そういうこともできると思います。これゲームキーとかないのかな、どうなんだろう。機能がいっぱいありすぎてまだ俺も全然把握しきれてないんですけど、とりあえずコンフィング1に今戻しました。でこの状態で、CG 起動してみましょうか。これでちゃんとね、紫に変わるかどうかっていうのを見たいと思います。はい、じゃあ CG 起動します。はい。お、
紫に変わりました。なんかまだシージは立ち上がってないですけど、はい、こんな感じでね、シージやるときだけこう紫に光ってアクチュエーションポイントも、浅くなるという感じですね。例えばこれさ自動で切り替わったんですけど、デスクトップに戻ったときにこうどうなるかっていうのも大事なんで、ちょっと戻ってみますね。デスクトップ戻る、終了します。あ、戻る、ちゃんと、マジでいい。あと俺がねもう一個試したかったのが、あ、これか。ここになんか画像を入れられるらしいんですけど、画像の大きさ 128×40 ピクセル、また白黒に変更すると最適なパフォーマンスが得られます。アニメーションは 10fps で再生されます。さっきこれにやろうと思った画像を撮ったわけですよ。このねフリー画像のこの女の人が、動くこのジフ画像を撮ったんで、これを入れられるかやってみましょうか。お、やべえ、これやべえぞ。キーボードとワップで映しますけど、画質めちゃくちゃ荒いんですけど、ちょっとこれはおもろいぞ。なんかいろいろなことができそうですね。なんか可能性感じるぞこれ。まあいらんけどね、とりあえず戻しますけども。それと今ねちょっとやってみて分かったんですけど、 FN キー押しながらこの F キー押すことでコンフィング切り替えることもできるみたいです。ちょっと FN キーまで映んないですけど、今押すとこう赤く光って、じゃあ F キー押してみますね。今コンフィング1なんですけど、コンフィング2、3、4で次ね CG 用のやつ名前変えたんですけど、押すとちゃんと R6S という風に、表示されるようになりました。まあ、もちろんねさっきみたいに自動で切り替わることもできるんですけど、こうやってね手動で切り替えることもできるんで、まあ、結構ね、利便性は高いかなと思います。あと名前もねちゃんと表示できるんで、これはね結構わかりやすいと思いますね。はい、じゃあ続いてなんですけども、タイピングゲームやってみたいと思います。いつもねやってるんですけども、ここにオーディオテクニカの AT2020 っていうコンデンサーマイクがあります。カメラ映ってないんですけど、でこれをヤマハの AG03 につなげて今音声拾ってるんですけど、俺の声の大きさとこの打鍵音のバランスがどうかっていうのを確認するために、まずこのタイピングゲームに表示される文字を読み上げながらタイピングします。で、しばらくタイピングした後読み上げずにタイピングするので、まあシンプルなね打鍵音っていうのも聞き比べていただけたらなと思います。じゃあそれじゃ行きます。大切な書類、満天の星空、朝顔の観察、コンビニエンスストア、くるみ割り人形、うさぎをもふもふする、緑黄色野菜。ここから読まずにいきます。はい、ということでタイピングこんな感じでございました。どうでしょうか？なんかね、こう個人的にやってると、スコスコ感というか、なんか音はね、そんなにこうやってて心地いい感じはなかったですね。こういう感じの音なんですけど、この前デビューしたハイパー X のやつは、こういう感じなんですよ。これはね、ハイパー X オリジナルの赤軸なんですけど、まあ、打ってて、こう楽しいっていうかね、こう心地いいのはこっちでしたね。まあ、ただこのスティールシリーズのやつはこう結構静かなんで、できるだけねボイチャとかで音入れたくないっていうか、まあどうしても入っちゃいますけど、それでもまあできるだけ静かな方がいいっていう方にはこっちの方が向いてるんじゃないかと思います。はい、というわけで今回はですね、このスティールシリーズの APEX PRO TKL のまあ簡単なんですけどレビュー動画でございました。ちょっとね今日ゲームシーンまで撮影してなくて、設定の面でね結構時間かかっちゃったんで、ゲームまでやってるとまあすごい時間かかりそうだなと思ったんで今日は割愛します。で後日ですね、まあいろんなキーボードを今年使ったんでどれが良かったかみたいな動画出したいと思ってるんで、その時にね、ゲームで使ったらどうかっていう話もしたいと思います。で今こう簡単に使ってみた感想で言うと、やっぱりこのアクチュエーションポイント変更できるっていうのはゲームもやってあと文字入力も結構するっていう人にとっては、かなり便利な機能じゃないかなと思います。今まではね、どっちかしか選べなかったんで、まあ、文字入力しやすいように、スタンダードのアクチュエーションポイントを取るか、まあ、ゲームに特化したね浅いやつを取って、文字入力は気をつけないとダメとかそんな感じだったんで、これはかなりいいと思います。
で、あとこのディスプレイですね、さっきみたいにこう文字でねコンフィグ切り替えたら表示されたりするんで、かなり確認はしやすいと思いますね。まあ、ただやっぱりね、プリントスクリーンとか消えてるんで、そこは俺みたいに割り当てし直して使うのがいいんじゃないかなと思います。で、個人的に気になった点なんですけど、俺の場合はね、この打鍵感がこうもうちょっとねカチャカチャ的な方が、まあ、好きでした。これは本当に個人の好みだと思うんで、こっちの方がいいっていう方も全然いると思います。で、あとこれはねちょっとデメリットだと思うんですけど、このパームレストですね、これがついてるっていうこと自体は非常にいいんだけど、これをこうつけますよね。はい、つきました。で、この下の手前の方ですね、これを押すとこうなんか隙間が空いてるから、こうデスクにぶつかる音がしちゃうんですよ。こうやってね手を置いちゃえばもう関係ない部分ではあるんですけど、なんかねこうデスクにピタッとくっついてほしかったなってちょっと思いますね。はい、というわけで気になった点もねいくつかあったんですけど、現状販売されてる中でいうと機能性的にはもう最強のキーボードだと思うんで、まあ今ねお年玉シーズンでもあるし、気になってる方はねもう買っちゃってもいいんじゃないかと思います。動画の概要欄に Amazon のリンク貼り付けておきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。